はじめまして、リンゴルフご覧の皆さん、ゆかです。カメラマンの山ちゃんです。お願いします。みっちゃんって呼んでください。あ、わかりました。じゃあみっちゃんって今日は呼ばさせていただきます。、はい、東千葉カントリークラブ、うん、東コースのインコースを9ホール、はい、ラウンドしてもらおうと思ってます。はい、ゲームにクリアすると天岐阜3000分をプレゼントしてます。15マス開けますと差し上げられますんで、お、取ります。さあ、大事です。これ上げの114ヤード7番で打ちます。あー、乗ってくれい。あー、弱い。おーっと、おバンカー入った入った。まさかのバンカー。まあほら、バンカー埋まったから。そうね、うん、うん、オッケーオッケー。1個埋まったから、これで寄せて、難しいですよこれ。文句言う。そう簡単にはあげない、あげない。そう簡単にはあげない。これちょっと難しすぎません？そう簡単にはあげないです。ワンオン。やっぱパー取んないと。これね、寄せて。バンカー行きます。よし。頑張れ。うま。止まって。9。あー、しない。うん、でも全然。乗ったは乗った。これスナイチとかないんですか？もうね、あったんですよ。でもちょっとあのこの企画をやる前に難しすぎるかなと思ってなくしちゃった。今日なくしたやつ、いつもやっちゃってる。なんとか9歩下り、弱い？弱いねー。いい感じだったけどな。乗ってたんだけどな。大きいか。ボギー。はい。パーが取れん。全然取れない。どうしよう。あと2個です。あと2個です。2ホール。次狙おう。次パー。パー取ろう。ホール紹介してもらって、はい、お願いします。ここなんか真ん中にでかい木が1本、はい、とその奥にも1本、はい、あるので、ちょっと右ドッグです、ここ、はい、なんで私はちょっと左目を狙います。ドライバーでちょっとフェアウェイに持ってくれ。いきます。こんな言うこと聞かない。え、あります、あれ。行ってみよう。行ってみよう。全然言うこと聞かないじゃん。ちょっと待って、これ右行きすぎると OB ですけど、ありますね。あったっすか。あ、これ違います。あれ違うか。あれないか、もしかしたら。あれ OB で打ちますか。そうだね。なんかせめてカラーボールでも落ちてないかなと思ったけど、カラーボールすらも落ちてないね。確かに。特設ティーあるか、うん、ちょうど。あ、あったあったあった。え、これ違う。おお、あった。どうしよう。160、あのバンカー手前狙います。ラフが深いです。いきます。うん、どう、しっかり打った。いいんじゃないですか。うん、オッケーオッケー、これでいい。ナイス、うん、勝負がある、勝負がある、これなら大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。今日チョコ食べたの？今日チョコ朝食べました。朝。朝は全然食べてます。普通に板チョコ。板チョコばっかり食べてる。板チョコは美味しいんですよね、結局。うん、美味しいね。ちょっとグリーン
旗が奥だからちょっと手前に落として寄せよう。 A で打ちます。はい、あれ、うん、でも前に進んだからとりあえずはいいんじゃないですかとりあえずはまあなんか変ではない、うん、お距離はいい感じか。距離はそう、あ、これはね、入るよ。入る？なんか私も入る気がするな、うん、俺わかるもんえ、山ちゃん的に入る、うん、今までいろいろ撮影してきて見てこれはね、入る。あ、マジ？確かに入りそうなんかそんな気がする。私もしっかり入れます。入んない。オッケーオッケー。あ、おかしいな、おかしいな今日ずれてるな。なんで今日全体的にあれだねなんかなんで、あれ最終ホールにドラマが待ってるんじゃないですか。ホールインワンすこれでホールインワン出たらもう全部持ってっちゃう。すごい、まだ出したことないな、ホール今。そりゃそうか、そりゃそうかそんな簡単に起きない。はい、じゃあ、はい、みっちゃん来ました。来ました。もう毎度楽しみの質問募集毎度楽しみ、僕はね。なるほどなるほどなるほど。じゃあ、読み上げてってもらって、じゃんじゃん回答お願いします。行きます全然来てないよ、うん、一緒にゴルフ行きたい。行きまーす。行きます。よくわかんねー。行きます。質問じゃないな。身長何センチですか。152です。はい。もう伸びませんでしたね、身長は。でもみんなにもっと、でもインスタとかで言うと結構大きそうに見られるんですけどね、私。次。その部屋どこのですか。あ、これね、うん、あ、見てくれてね、質問いただいて。それ、あれですか、韓国の女の子から、男の子、女の子から来てます。嬉しい、いいですね、なんか女の子から来るって嬉しいですね。タイト系、韓国です。韓国ウェア、アミゴルフです。検索してください。あと、ゴルフ服選びの時の注意点はありますか。うん、ちょっとね、今日、まあ確かにちょっとじゃないんですけど、結構ポッケ大事ついてない。あー、そういうことね。あ、今日のはそうか、ついてないってことね。そう、ついてないけど、結構私ポッケとか見ます。ポッケ大事。え、あるかないかってこと。うん、おー、あるかないかと。え、スカートにもないやつってあるの。あります。あ、そうなんだ。あ、スカートにもなんか全然ついてない時あって、今日ワンピースだから、ワンピースは結構ついてないの多いんですけど、うんうんうん、でもスカートと、あとは、いや、まあでもインナーパンツ、スカートは。ああ、確かに。あ、もうなんか女の子ならではってならでは、まあ、あれだね、悩みだね、うんうん、悩みというかチェックポイント、チェックポイント、うん、注意点だと、うん、確かにね、なんかネットとかで買うとデザインでポチッと押しがちだもんね。だからもうなんか見落とすよね。あ、ついてなかったって結構ある。うん、まあでも、うん、2時間弱で、はい、すごいありがとうございます。いきなりすいませんでした次、ショート、最後。さあ、最終ホール来ました。あ、さあ、ここから池入るのはかなりの至難なこれは入ったらすごいな。 ロケーションでございますね。116ヤードです。よし、行きます。最後7番で打ちます、はい、よし。 これいいよ。行っちゃって、これはいいよ、転がりそうだし。おー、ナイスです。おー、いい距離残した。いいんじゃん。おー、いいねー、イエーイバーディー行くんじゃないですか、これ。来そうです。来そうですか。まあでも結構いい感じの距離ね。え、いい感じの距離残しちゃった
面白いこれは。さすがバーディーパー、スリーパット、何でもある。あるよスリーパットはないさすがにない。これ入るか。ちょっとこれ入れたい、ちゃんとスラだ。どうしよう、いけるかな。しっかり、ナイスバーディーです。バーディー終わりイエイ取れた。え、すごくない。すごい、結構長かったし終わりナイスです。終わりよければ全てよし、うん、こういうことだ。耐えたね、すごいね。耐えた。え、すごくないおお。じゃあちょっとそんな感じで、はい、終わりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、はい、ということで、みっちゃん本日ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。最後ナイスバーディーです。イエーイで、あの質問がなんか追加で、あ、追加でね、来ましたね、はい、ドライバーの飛距離教えて、いつからゴルフ始めましたか。うんうんうん、ドライバーの飛距離は全然飛ばないんです私。107-80。うんうん、すごい飛んだら200いきます、うんうんうん、確かに今日見ててもそんな感じだった、うん、ちょっと長いなっていうミドルはきつそうだったもんね。そう、あんまり飛ばない、ぶっ飛ばされちゃう。そうで、ゴルフは本当にしっかりでやり始めたのはもうコロナ中なので4年前。なるほど。約4年弱です今。でも結構2年目ぐらいの時にがっつりやりました。本当に ほぼ毎日ぐらい練習行って、うんうんうん、で、2、3年目ぐらいが一番上手かった気がする減っちゃったからね。減っちゃった今そうあるあるじゃんある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 だから、だからあるある、行けば行くほど伸びてて楽しいからどんどん行くけど、なんかあれみたいな、そうそうそう、スランプ入っちゃう、ね、はいはいはい、あるあるですね。最近ちょっと下がり気味です悲しい。なるほどなるほど、うん、さっきの質問で、うん、一緒に回りたいみたいなのあったじゃないですか、うん、はい、ゴルフ女子の方によってはなんか自分でイベントされてるとか言った方もいるけど、うん、みっちゃん特にそういうのはされてないですよね。全然してないんですね。全然してない。なんかインスタ中心で集まるコンペみたいのも参加とかっていうのはして、はい、コンペはめちゃくちゃあの誘われればしてるので、あ、そこで結構わりかしオープンな、うん、オープンなやつに行ってます。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあそういうところでもしかしたらお会いするかもしれないですね。はい、バッタリゴルフ場でバッタリあったら。なるほど、お願いします。その時に、うん、多分みんな問われるのは、うん、ゆかさんですかなのかみっちゃんさんですからだと思うんですけど、どっちでもいいの。どっちでもいいけどみっちゃんがいいみっちゃんがいいです。じゃあみっちゃんでやればいいのにって今みんな思ったぞあ、そうか、うん、ゆかでもみっちゃんでもどっちでもいいんでどっちでもいいです、はい、声かけてください。お声かけ、はい、はい、じゃあそんな感じ、まあ、どこかで会うかもしれないってことですね。はい、よろしくお願いします。はい、スコアダンと47点でした。はい悲しい悲しい。まあね、ずっとね耐えてたもんね。耐えてましたね、ちょっと耐えてた、うん、まあ最後減らせたから、うん、よかった。おいっす。で、結果の、はい、ミッションゲーム、はい、あ、そう、その池を、まあ、あれしかなくて、はい、あそこは行かないだろうっていうのでよく考えたら多分池越えとかは入る可能性あるじゃないですか、うん、そうだ、それ以外はちょっと池にするのは、うん、なかなか狙わないといかないから、はい、まあ、池越えのを対象とした池にしようかなと思って。お、一つじゃあいただいていいんですかね、うん、今日のあれはさ、入んないですあれは確かにあれ入んないかな、まあ、入ってもいいんだけど、入っても池って言ってもいいんだけどあれは入んないです確かに、うん、じゃあいただいてチェックしてもらって大丈夫です。したら 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 です。はい、かける4ポイントなんで、はい、60点でした。なのでミッションクリア、はいならず。え、なったんだよ。なったの。なんでよ、どれ。え、だから60ポイント、15マス60ポイントで、うん、達成だから。お、じゃあ達成？え、そうそうそう。よっしゃー。
達成してないと思ってた。クリアしました。はい、いいんですか。もちろんありがとうございます。はい、はい、また何かちょっと今回は一人にフォーカスするっていう企画なんですけど、はい、また何かありましたらぜひご参加いただけたら嬉しいんで、はい、お願いします。ありがとうございました。以上です。楽しかったです。ありがとうございます。